ここ20分きついかな。20分の2セットでダメ？これじゃあ1日目だもんね、今。じゃあ、デイ1が始まったんだよね。そうだ、デイ1の終わりまでやったんだ。OK。20分。いくよ。全くわからんけど、ガラス。どっちかはわからん。コップのガラスかもしれんしね。コップのガラスかグラスか。コップ。ガラス、グラス。ガラスのコップ。ガラスのコップ。コップのグラス。コップのグラスかもしれん。形状を表してんのかな？食器って言ってるかもしれんしな。これどっちかわからない。コップのガラス、ガラスのコップ。それガラスのコップは日本語的なあれだもんな。はい、次行こう。これガラスには見えんよな。これは皿じゃないかなと思うよね。これはコップ、ちょっと待って、違った。分かった。これがコップでもガラスでもない可能性がかなり高い。食器、食器を先に入れておこう。食器の皿。あ、やべえ、もうちょっと、ちょっとね。ポットにしとこう。え、ちょっと待てよ。難しい。何言ってるか分かんないから。え、この子去ろうとしてる？ここから。やばい。それは困る。私の候補が高いんだよね、これね。今一番。うん。ここで私のか、あれの率が高い。なぜ？可能性が高い。で、なんつったの？え？ちょっと待って。今の場面。思い返しでチェック。え、思い返しでチェックがない。できない。あ、ここね。多分私の感想高い。で、何を聞かれているんだ。わからない。でも何か入れといた方がいい。これはどんな場面か、どんな話の流れの場面かがわからなくなるんだよね。言っていた場面は覚えていても、流れの場面を覚えていないから。なので、私を信じるとしたら、彼女の必要性について聞かれているのかなって思ったりする。突然いなくなったりする？ついてきてくれるって言ったよね。食器を触ったら言ったんだよね。自分が作っている食べ物について美味しいか美味しくないかを聞いてんのかな。まだ出てきてないもんな。この鍵みたいな、これ鍵だな。鍵の先端がないみたいな。鍵の先端がないみたいな。これだ。美味しいって聞かれてんのかな。でもこうすることで、美味しい。私美味しい。料理、これ料理かな。もしかしたらね。
どっちかなんだよね。私も必要ないって聞いてんのか、食器触ったから食器に関して私のことだから、一緒にいるとしたら料理が美味しいか美味しくないか皿から想像する。料理、私が作る料理美味しくない？美味しい？美味しいと思う。難しいね、確かに。あー、必要ないって言われたんだ。私もういいって言われたんだ。あ、そういうこと？必要ない？私も必要ない？必要がないってことだったんだ。料理じゃない。もうかな。もう、私、美味しいとか言ってたの。頭おかしかったな。どうすればいい？ここ必要ないんでしょうか。必要ない。ちょっと極端だけど。どんな場面か思い出せないからね。必要ない？戻っていい？戻っ、え？いらない、戻る。必要ない、戻る。いらない、戻る。もういい、まあいいか。要は、否定するような感じだね。本読んでるな。もう喋ってくれないもんね、一緒にいないから。私かもね。かもねって何に使った？疲れてる。なの？ん？え？すげえ片言になるけど、かもじゃねえ、あるかな。候補として残しとくけど、かも。で、全くわからんやつが一個あったな。必要？ここで否定する。ん？わかったかな。じゃあいい。わかった。わかった。わかった。否定する。そう。あ、そう。あ、ちょっと、あっけなせ、あ、なんだろう。そっけないか。そっけない感じで。でしょ？ある？聞きたいこと。あ、聞きたいことかな。知りたいこと。知りたい。聞きたい。聞きたい私ある？片言だが、こんな感じだろう。ある。ってことでね、彼女がついてきてくれる。でしょう。あ、それなら、知りたい。聞きたい。ああ、ちょっと待ってよ。知りたい。何を聞きたいだ。何？それなら、なんだ。なんだ、初そうか。何？それじゃあ、それなら聞きたい。何が？何聞きたい？何聞きたい？何が？入れておこうか。何が知りたい？聞きたい？感じ？そんな感じで。続きをいくよ。皿じゃないね。でも、入れ物っていうイメージなのかな？カゴのこと？これ果物でいいかな、じゃあ。果物の皿、カゴ、入れ物ってことで。食器、コップ、グラス。食器のコップ。あ、コーヒーじゃな、わかんないか。ここにコーヒーがあるかわからんから。皿。なんだろうな、これ。何かわかんないけど、なんか入れとこう。お菓子。ケーキ、お菓子、ケーキ。何かわかんない。
お菓子、ケーキ、お菓子なのかな、ケーキなのかな。え、果物じゃないね。花だもんね。こっちやった時、ん？なんだ？ああ、入れ物自体が木なのか、植物、あ、植物の皿ってこと？編み込んだ？え、これ花だよね。ちょっと待って。花？果物ではない。これ確実に果物じゃない。え、花だと思うわ。椅子って勝手に入れるわ。名前の方はもうほぼ確定だ。椅子、多分俺用の椅子だって言ってるんだと思う。私も一緒だ。これを押したからか。いや、否定する。うん。あ、もう一回？違うな。もう私戻る。必要ない。いいえ、あ、いいんだ。何が式？はい。椅子、あ、俺の椅子じゃない。これ。これ食べ物だね。もっと広いな。広域だな。食べ物を入れるための食たる釜。まあ実際は亀なんだけど、あるとか、あとはあれでかいのなんていう、まあ、樽でも樽、うん、これわかんねえな。物じゃなくて感想じゃないですか。これを見て何を言ってんだろう。教えてくれてんの？何時何分って言ってんのかな。でも疲れてるがわからないな。わからん。やばそう。食べ物のなんだろう、調味料。うん、食べ物ある？使うの？悪い眠いはちょっと外すわ。悪いもないな、不運もないな。びっくりマーク。単純に返事だけだとすると運。うん。すごい。強調がある。これ全然わかんないね。花、花、ポット、亀、樽、なんだこれ。さっきの入れ物の話だよね。うん。花と食べ物、植物。あ、植物の食べ物について話しますってことか。はい。スタート。あ、作るって言ったの？見るじゃなくて。食べ物を作る？あー、どこだ。
見る知るじゃない、これ作る、作るだね。スタートって言ってるから作る。じゃあ見る削る、作る残しといて、で、花、ポット、ポット、花、あー、そういうこと？ちょっと待って、スタートしない、したくないんだけど。これ、暖炉の上にあったやつだよね。この名前を知らなきゃ、ここわかんねえな。これ入れていく順番じゃない？何かを入れていって最後になんかするんじゃない？カメタあるってなんだろうな。なんでカメタルなんだろう。レシピじゃないよね、これ。カメ。カメは外しといて、タルトレシピにして。レシピって絶対おかしいな。で、レシピになったとして、花、なんとかの花の何か、あ、これ、量かな？おっと、水？水じゃないか。おっと。これ出てきたよね。お世話、見てはいるけどね。わかんない。少々にしとこうかな。あ、手に。少々。花、なんとかの花。なんとかの花、植物、なんとかの花だよね。ってことは花を入れるんかな。どっちの花かわかんねえや。なんとかの花の少々じゃない。液体かな。あ、少々とかじゃなくて液体かもしんない。今並んでいるものから想像するに。植物でできた液体。だって今花ってないもんね。花ないもんな。これ肉っぽいし。これなんだろうな。実。これとこれは実だよね。これは実だよ。これは花っぽいけど。ということは、液体を入れるんだろうな。違う？ただそれがどっちが先かわかんない。量がわからんて。これただ液体入れてるだけやんね。できた。終わり。皿。カモネの可能性の前に、あれバッテン失敗。失敗。ん？ダメ。ところで、そっか。できた。何が？何かができた。じゃあ終わりかな。何が？これじゃあって感じや。じゃあ知りたい。何が知りたい？やっぱ何は残るな。何？